ンダーさんもやっほー、ガチはたかゆきさんおはよう、ソリオさんおはよう、ホイさんおはよう。寝ないの、寝てない、いろいろやらなきゃいけないことをやっていたら朝になっていました。ハッピーハロウィン。お風呂も入ったよ、メイクも落としたけど、リップは今配信するためにリップだけ塗った。俺に会いたかった。そう、朝から目パッチリ。そう、寝てないからね。小笹さんおはよう、ロンリムさんおはよう、オール、そうオールです。アスさんおはよう、マチアさんおはよう。5時やるのね、いきなりやってみた、マジか、大変やね。そう、ツナサラさんおはよう、ツナシミケンスケさんおはよう、ケンちゃんおはよう、オールだよ。早いでしょ、イエーイ、嬉しい、みんなに会いたかったです。そう、おはよう。体調大丈夫、メンタル、え、全然大丈夫だよ、メンタルとか。でもリップ、リップこう、朝から可愛いじゃないよ、全然可愛くないですよ。やばい、ちょっと眠くなってきた、ちょっとだけね、今更って感じだけど、よいしょ。ずしみさんおはよう、きんちゃんおはよう、オールです。おはかな、やっほー、劇場版シングルかなちゃんもしく、ほんと、こさっさーさんありがとう、嬉しい、みんなが会いに来てくれるのすごい楽しみにしてるので待ってます、ワクワク。体調大丈夫、おはよう、早朝そう、あつしさんおはよう、もう金谷さんありがとう、宇宙さんおはよう。朝からか、いや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 、七並びしよう、七並びしようと思ったけどさ、こっちでログインしてないよね、タブレットでスマホでログインしてんだよね。ポメさんおはかな、これから寝るよ、昼間寝る時間あるの、あるあるある、うぬさんおはかな。でも明日お昼配信したいんだよね、12時に、1時、12時から1時ぐらいまでし、お話し会期限組み合わせ高高三中、来てね、待ってるね、オリケン銀河さん楽しみにして待ってます。ちょっと前に目が覚めたから配信通知気づいてきました。やった、予約しとけばよかった、みんな来てくれたか。ライオンさんおはよう、お話し会どうしようかな、あつしさん来てよ、来てよ、絶対来てよ。じゃあその場所変われ、ダメです、変わりません。おすすめ日は、なんか肌白、クリーム塗ったからだ、ところどころ白いけど気にしないで、クリーム塗ったからって思ったけど、おすすめ日は11月4日オンラインお話し会、直接だったら初日かな。花ピーさんおはよう、調理そこ変わるや、ダメだよーんだ、三つ星。長崎県民さんおはよう、昨日行く頃のからの LINE、 最近よくかなの配信を見てくぴょんぽん、そう、イクゴぴょんぴょん、そう、イクゴぴょんぴょんって呼んでる、 C さん、 C さん、いや違う、 C ちゃんって呼んでるよ、 C ちゃんね。直接会っての話し会を申し込みました、広島、ほんと、こさっさーさん、広島ってことは2月か、会えるの楽しみにしてるね、広島、こさっさーさんに会えるの楽しみです。心の困りごとさんって、そう、おはようございます、おはよう、ここにも書いとこ、話し、ちょっと眠い、地味に。そう、ブログを考えなきゃいけなくて今日は、でブログを考えたいんだよね今から。てるさんおはよう、来てくれてありがとう。ブログ、みんな何が見たいの、ブログのネタ何が見たいのか教えてください、何のブログが見たいか。わやもちゃん付けされたい、え、サラマンダーちゃん。おもろい。なのでブログのネタをなんか誰か教えてください、なんかないですか、知りたいこととかものとか。今なら選抜というものに対する思い、おー、いいね、先週の悪のこと、いいね、遅刻さまよ、
ツーショット写真会もかなちゃんでもしか、ありがとう小笹さん、楽しみにしてる。ツーショットはあの撮影会もポーズ決める、決めてくね、決めといて、決めとくね、どっちどうしよう、楽しみにしてるね。彼は毎日私に見せびらかしてます。毎日よりニヤニヤ、毎日見せびらかしてくるの、もういくごったらねえ、ひどいよね。しーちゃん一緒にちょっと寝ますか。ダメです、寝ません。確かに浦部さんおはよう、そういうのもいいね。ジョジョ衛星弁当の食レポ、もうめっちゃ美味しかった。お話し会とか通称、通称都会っぽいアングルで撮った写真を載せるといい。通称都会っぽいアングル撮った、ブログにファン目線のアングル、オッケーオッケー任せ。浦部さんキノコありがとう、やったー、キノコ狩りありがとう。浦部さん嬉しい、ファン目線のアングル、ブログに同期の裏事情、いやー裏事情どこまで話していいか分からなくなっちゃうよね。裏事情もいいね。でもレッスンの時の話とかしたいな。じゃあそういうので行こうかな今回。いつもなんか自由研究系で行ってるから、そうマネージャーさんに言われたんよ、なんか一つのテーマに絞って一つのこと書いた方がいいよって言われて、自由研究っぽい感じって言われたから、それから自由研究っぽく書いてたんだけどさ、なんか違うんだよなって思ってたんよね。なので今回はそういう感じのこと書こうかな。じゃあ、あーやっと眠くなってきた。今何分だろう、何時だろう、6時までやろうかな。彼をパンチして、パンチしてのお手伝ってください。いいよパンチしよう、一緒にパンチするぞブログネタそれにしよう。研究生の僕の太陽公演いつから始まりますか。そうわかんないんだよね、私たちも全然わかってなくて、そういうのがいつから始まるんですか。逆に聞いてみます、いつからですか教えてください。ひろさんおはよう、5時9分、眠くなってきました、どうしたらいいのでしょうか。森キンニングさんありがとう、時間を教えてくれて。いつから始まるんですか僕の太陽、眠い、ジョジョ弁当美味しかった、7杯いい子、いい子じゃないよ、やった私7杯って出れますね。最近まつげの調子がいいんですよね、あマスカラ落としてないだけなんですけどそうマスカラとか落とさないとね、いい調子ですね。一生まつげにマスカラがくっついてればいいのにって思います。まあ良くないんですけどね。ゴキザリさんおはよう、来てくれてありがとう。みんなあやばい、本当に眠くなってきた、まさかの配信始めて眠くなるパターン、うわブログ考えながら配信しようって思ったのに。じゃあブログ考えよう一旦、今論文書いてる。なんで大学の、えら大学の論文とか私も得意だよ、それ任せて。よしじゃあちょっとブログ考えよう、私も。おいちいかわ、そうちいかわとちいかわ考えよう、ブログ 82% であるね。佐世保のてっちゃんおはよう、やっほー頑張る、頑張るよ、ありがとう。タブレットが開かん、終わっていいから寝なさい、寝ないです、配信したいので寝ないで。タブレットが開かない。ヘイシリ、ヘイシリ、タブレット開いて。ホームキットアクセサリーが設定用です。ホームアップで照明。アクセサリー何？あ、開いた開いた、タブレットが。ん？何ギャグ？一発ギャグ？どういうこと？見て、ちいかわ8割に髪の毛が生えました。ジュンさんおはよう、 Today have a nice day、 イエーイ。うん最近学校始まして、えろかなも学校行こうかな。まさにゃんさんかなぽ、やっほー帝国さんおはよう、みほりさんも卒業して、あんなさんも卒業しちゃうからメンタルがな。あつしかなが守ってあげるよ、仲良くなろうよ。学校プラスバイトはちょっと忙しい、確かに忙しい。お話し会待ってるね、直接とかぜひまた日本に来てほしいな、しーちゃん。よし
私何考えよう、ブログ。ブログ難しい、ブログ考えていきます。カツオさんおはよう、来てくれてありがとう、みんなありがとうございます。ちょっと正座してるので足が痛い。アイドルになったら学校行かないでもいい。そうだよ、アイドルの話じゃん。みんなお話し会待ってます。眠くなってきたら寝ていいのよ。寝ない寝ない。ブログ考えるわ。でもこれ LINE 開けなくなったからね、ブログはメモにしなきゃいけないから。ヘイシリ、カナの寝相教えて。嫌です。よかった、シリが反応しなくて。今読んだから危ない危ないと思った。どうしよう。新しいメモってどうやって追加するんだろう。メモしていきます。ここが OK。 ブログ、ブログ、なんだろう、まあ伝えたいことを3個ぐらいにまとめればいいから、品川駅でちいかわ弁当抽選で販売する。そうなの？食べたいんだけど、めっちゃお腹すいた。よくメモ一緒に出てませんか、ブログ。それで書いて。メンバーと一緒に出ている。あ、メンバーと一緒にお出かけしてるってこと？確かに。ここは、危なっ！危なっ！ヘイシリに言おうとした。危ない危ない。セーフ。危ないな、サラマンダーさんだら。どうしよっかな。カズさん、おはよう。来てくれてありがとう。どうしよう、じゃあ。また名刺配りあるのかな。あるんかな。名古屋じゃない、あ、横浜でってこと。ない気もしてきたな。どうなんだろう。長谷川さんおはよう。よしいこさんおはよう、来てくれてありがとう。みんなやばい、眠くなってきた。パネル超綺麗から買った。その後もありがとう、しーちゃん。バイト頑張ろう、かなも頑張る。パネル、あの浴衣のやつ嬉しい、ありがとう。待っててね、届くの。ブログの写真、可愛いやつのせてる。サムネイルその、そうだよね、可愛いやつのっけよ。何がいいんだろう。ハッピーサピさんおはよう、来てくれてありがとう。名刺はまだまだ余ってる。まあ印刷してもらえば余ってる気がする。でも前回の名刺配りで私配り終わってしまったから、それは分かんないんだけど、その時の分はないんだけども、どうなんだろう。でももしどっかでまた名刺配りがあるとしたら、さすがに印刷はしてくれる。余ってると思います。収録何について話そう。あ、要点をまとめれば簡単だからね、ブログ書くの楽しい。僕もと。難しいね。でもわーちゃんおはよう、大根さんおはようございます、あいたかさんおはよう、親方さんおはよう。井出の手の名刺、あ、でもね、広島の名刺配りで井出の手が変わってました。ありがとうございます。かゆいな、肘が、膝か、肘か。カモラグさん、やっほー、イエー。お話し会何枚買いましょうか。どんぐらい来てくれるの、小笹さん。楽しみにしてるね、すごくワクワクです。何枚か、1116枚。ブログ、ヤマタンおはよう、来てくれてありがとう。かよかよかよ。何だろう、
でも衣装で写真撮ってないんだよな。千秋楽、千末、先の早起きでしょ。そう、早起きっていうかオールです、夜勤です。一緒だ、夜勤です。私も千秋楽、僕の太陽、何かこう何書けばいいんだろうな。お風呂入ったのかゆい。そう、お風呂入ったのかゆい。おはよう、シャケちゃん、やっほー。朝の4時に仕事、お疲れ、やば。私はまだお仕事中です。ブログを書くというお仕事。ハローインドネシア、イエーイ。全員さん、やっほー。かなちゃんとひとみちゃんとあすかちゃん、チキを自慢するだけのお話し会したい。ちょっと来てよ、お話し会。私のお話し会の受付13時までなんで、プロフィールカットブルーで来たよ、ヤマタン。自慢されたいわ。夜勤からかい、お疲れ、雄大さん、ありがとう、来てくれて。今日もみんなお疲れ様です。夜勤明けの方、私は今から ブログを考えます。かなうちゃんも夜勤ですよ。ブログを考えるんですけど、何を書けばいいんだろう。本当に今回は本当に思いつかん。脳が出てるのかな、まだ。いや、まだっていうか起きてるわ、一日中。あ、やばいやばい、なんか絵を描いてしまった。間違えて、絵を描かないよ。難しいな。私への時期も自慢するが強いっていうの。自慢してよ。私レイナさんの顔好きなんだよね、めっちゃはっきりした感じの顔。昼飯の弁当とメディアさんで飲み、あつし一緒に頑張ろうかな。もう頑張るよ。かなの理想のアイドル像、あ、確かにいいわ、それ書こう。ヤマト、おはよう。トモさん、おはよう。朝から元気だよね。現地元気だよ。私今回のツーショット写真から特別ですか。特別です。ん、特別だよ。コサッサーさん来てね。眠れんくての、それな、眠れん。早起きやなかな。寝てないよ。ケンピオさん、おはよう。ノースフォックスさん、ワルチーかな、やっほー。ブログを今考えてます。早起きをして、早起きをしたので、ブログを早起きしたじゃない、寝てないので。うん、何これ、これいらんやろ。ん、何これ。メモの使い方が分からん。どうしよう、難しいね、やっぱブログって。でも思いつくときは思いつくんだけどね、こうやってね書かなきゃいけないってなると難しくなってくるよね。ファンのためにげんちゃくちゃ、げんちゃくちゃ頑張ってる。げんちゃくちゃ頑張ってる。お茶飲むけど、
森下特別なんか行かねば。そうだよ、来てよ。え、今日こうめっちゃサラサラ、ほら天使の輪っかができてる。めっちゃサラサラじゃない。行く子は広島でかなを見つけることができないだった。え、もっと私は行く子にかなから名刺を受け取るのを手伝ってくれるんだ。そう、え、見つけらんかったよね。やっぱ難しいよね。かなちゃんと寝だって。寝てるよ、大丈夫。あと40分で終わる夜勤に戻ります。私もあと40分で配信終わるんだ。9月21日誕生日なので早朝配信して。いいよ、じゃあその時に言ってね、任せて。言われたら頑張ります。現着茶を初耳など。え、現着茶って書いてなかった？お茶の話。現着茶です。ツヤツヤでしょ髪の毛。こっちはあんまだけど、こっちめっちゃツルツル。このまま起きてるの？いや、この後寝るよ、もちろん。サラサラだ。お風呂に入った。お風呂入った。さっきお風呂入ったからね、多分ツルツルなんだと思う。こんなにお風呂上がりのサロン髪です。一回言うじゃん、よく。どうしようかな。難しい。やべえ、今めっちゃ無言だったわ。よりよりさん、おはよう。今日も一日頑張ろう。夜中何してたの？夜中何してたんだろう。ダンス覚えたりとか、あとブログのやつとか、他の人の見たりとか。シャキちゃんお疲れ、ありがとう。このベッドあったっけ？ベッドあるよ、ほら。ずっとかなうちゃん推しです。ほんと、こさささん、ありがとう。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。あと、めっちゃエゴサしてた。エゴサしてると3時間ぐらい経ってるんだよね。ありがとう、こささーさん、嬉しい。私の回もあなたと同じやが、若ちゃん起きたら油っぽい。え？油っぽいんじゃないよ。ちなみに言うけど、私、10分前ぐらいにほら入ったの。この配信する、あ、髪の毛隠し終わったの10分前は嘘か、配信始める10分前ぐらいに髪の毛隠し終わってキューティクルになりました。ボタニカル使ってるからめっちゃ最近髪がサラサラなんですよ。ハヤプイトーイプードルさん、おはよう。久々だ、やーほー、来てくれてありがとう。久々だ。お風呂上がりの髪です。俺鬼滅の台本描いてるの。どうしたら刀を描いてるの。サラマナーさん、おはよう。サロンになった。今髪を切る予定は長いよ、重い感じ。そうなんだよね。でもメイクさんにも言われたよ。それは言われたから大丈夫です。切ります。そう、身長がちっちゃいから余計ちっちゃく感じちゃうよって言われたから、そっから切ろうって考えてて。でも私美容院あんま行かないから、地元帰った時に知り合いに切ってもらいます。お話会の宣伝したい。そうだよ、12時に起きたいからね。ちゃんと計算して6時に起きて、あ、6時に寝て789中中中2で6時間寝れるから。ゆうゆうさん、おはよう。エウリアさん、おはよう。
何あれ、これこれ袋とね、これはなんか圧縮袋みたいな。お仕事いってらっしゃい。収納何もないの？え、収納してるよ、ここに圧縮袋。のびばっぴさん、おはよう。中年の感覚どうした？うん、エゴサ3時間ずこそう。エゴサ3時間エゴサしてるとなんかめっちゃ時間経ってますね。コナさん、おはよう。コナさん、おはよう。まっぴのぴさん、おはよう。やっほー、みんな。ベッドの下なんでおだまくあるの？おだまく？おだまく？あずみさんおすすめで、そう、あずみさん言う、ね、言うの。あずみさんのじゃん。知り合い美容師さんおるの？え、知り合いじゃない、ひいおばあちゃんだ。やばい、もうなんか自分が何言ったかもわからん。そう、ひいおばあちゃんに聞いてもらう。元気だよ。そう、かわいくなんかし、やった、そう言ってたし、あのね、言ってました。小学校の頃の先生がね、髪にね、輪っかがあったらモテるんだよって言われたから頑張る。タッキーさん、おはよう。タッキーさん久々じゃない？めっちゃ。で、私はブログを今考えてます。でもなんか柱当たったわ私さ。でも毎回さ、ブログにさ割と時間かけるんよね最近。普通にこの前はブログ考えて5時間ぐらい経ってた。調べるからね、めっちゃ。どうしよう、何しようか、マジ押せる。え、ほんとありがとう、ゆいださん、ありがとう。パロポンチさん、おはよう。ヤジオカントさん、おはよう。嵐林柱ってゲームが言うじゃん。何何、どういうこと、まゆうちゃん、柱って言うじゃん、国語の授業。ブログめっちゃ楽しみ。ちょっと待って、頑張んないと。文章書くのめっちゃ好きなんだよね。だからさ、時間に気にせずさ、時間あの書いてしまうんだよね、一生。かまちゃん、やっほー、おはよう。前は正体見ようよ、やりますか、みたい。前のやつあるんだけどね、学校行ってた時だからね、制服なんだよね。毎朝ブログ見てます。え、嬉しい。かなのブログも見てね。ゆうさんのブログ、ほんと？ゆうゆうさん、ありがとう。嬉しい。ブログちょっと楽しみ。鬼滅の刃、柱って。え、柱ってここの授業でやるじゃん。天使の輪、天使、灰の輪は天使の輪って言うよね。そう、言ってた。これがあるとモテるらしいよ。理科の先生が言ってたから。何の柱なんかな、話の柱。ブログ内容たくさんで最高よ。そう、ブログなんか長い方がいいよって言われたから長くしたけど、長すぎなんかな。え、なになになに、どういうこと、どういうこと、何の柱、支柱のこと、朝顔作る時の。青木地さん、おはよう。どのぐらい切るの髪？でも普通にこんぐらいかな、そんなバッサリは切らんけど。だってボブにしたい、髪の毛をめっちゃ短くしたいですって言ったら人気になったらねって言ったから。国語に柱あるじゃん、国語の柱。 STU の柱になれ、え、なれるように頑張るね。 STU の柱、え、国語に柱ってありますよ。柱1みたいな、なんか段落系。数学に柱じゃない、え、何、数学に柱ある。あ、確かに数学かもしれない。私数学受けてなかったんだよね、高校2年生から。よし、これでいいか。やば、カナがこんな無言なのさ、初めてじゃないってぐらいさ無言だった、ごめん。おはよう、努力家だね。いや、努力家じゃないよ。瀬戸柱、え、違うよ、柱ってここの柱あるよ絶対。ポキさん、カナポポ、ヤッホー。ブログリレー終わったらブログアップするまでどれぐらい時間か。リレー終わったらどういうことだ、ブログリレー終わるん。
長すぎじゃないです、むしろ無理してないか心配になるくらいです。書くのが好きなのよかったです。え、そう書くの好きだからね、全然ね大好き。俺ボブ好きなんで、カナの人気上げたら見れるの。そうカナの人気が上がったらボブが見れますので、ぜひカナと共に人気になって部分にしましょう。やば、ツインテールキャラ目指すとか言ってるのにボブにしたいとか言ってて本当矛盾してる。エナさんおはよう、来てくれてありがとう、やっほー。直接会ってのお話から広島会場だけ2日間、そうなんだよね、みんな来てね。コサッサーさんも朝からカナデ最高。そうカナデをメンバーから LINE、 メンバーから LINE、 この時間でもスタッフさんとか起きてるんかな、もしかして見られてないかなこの配信は。自由にやっちゃおう、メゴーン配信。そう無言配信、無言な時間も贅沢な時間でよきよきです。確かにカナウの配信で無言ってないからね、レアですよ、なかなかないからね。髪の毛ボブにしたい、薄くしたい。そしてあのさ前髪とかもさわざわざ病院行って切る人じゃないからさ、整えてもらいたい。さすがにヤギさんおはよう、カナウちゃんは人気になれるよ、すでに肉物よ。いや人気になれないです、頑張ります、人気になれるように頑張ろう。今さっき研究生ブログリレーするじゃない、うんしてるしてる、今してる、いつまでなんだろうあれ。日曜朝5時ぐらいから飲みますよ広島会場。ほんと？ごさっさーさん楽しみにしてる。え、それ会場並んでさ一番に入るってこと？誰よりも一番の一番にレーンに並びたいっていう意思から5時ぐらいから並ぶんかな、みんな。よし、オッケー。ちょっと文章ができたわ。かなえて黙ったら美人だよね。え、一生黙ってようかな。こうやってチーカーとカメラを見つめてる配信しようかな。我チーカーってかなうチーカーってこと。え、そういうことです。今日は一心同体です。無言になるときは眠くて寝てるとき、え、ほんとそうなんだよね。私この前寝てたしね、一回鍵開け狙います。鍵開け待ってるね、こさっさん。やった、多分10枚ブログまで、10枚ブログまで。じゃあもうすぐ終わっちゃう。パンダのメイクしたら一気に人気者になる、知らんけど。パンダのメイクってことをここら辺黒くするってこと？ちいかなだよね。そうです、ほとんど病院行かないで切ってもらってる。そうだよ、ひおばあちゃんに切ってもらってるから、私は自分で切らない、あ、切っていうか病院行かないで。トルさんおはよう、かなうやっほー、ゆうだい、いでさんおはよう、かまかまさんおはようございます。今日早いよ、たんたん。シャキちゃん結婚してどうしよっかな。じゃあこのちいかわに触れられたら考えてあげる。触らせないよ、読むの楽しみ。ちいかわが正解。そうだよ、喋ってほしい、めっちゃ喋るよ。まさか触れちいかわに、やっほー、めっちゃ喋りますよ。でもね、ブログを考えるとちょっと待ってしまう。おはよう、来てくれてありがとう。かなわちいかわやった、ちいかわのちいかわコラボです。今日はルールさん、チーカーかわいいね、えかわいいでしょ、ほんとにルールさんだ、来てくれた今日も。ブログって人の名前出していいんかな、怒られ
れてしまうかな、他のアイドルさんの名前出したら。身長伸びてほしいです。身長伸びたい。確かに私に足りないものって身長だよな。ブログどうだろう、なんでダメだと思った、いいんかな。なんかブログってさ、何が良くて何がダメか分からん。まあ一回提出してみて、ダメって言われたら変えればいいか。伸ばしたい、そう伸ばしたい。慎重にね、慎重に身長伸ばすのいいと思う。直接はブログどっちがいい、両方、しんさん両方です、両方。そうだ、よし、オッケー。よし、オッケー。なんとなくできる気がする。ブログね、マネージャーさんに確認取ったら、一応ブログのね、毎回確認取ってるから、そうしよう。ふみりんさんおはよう、身長伸ばす夢で見つけてもいいよ。絶対身長伸ばせない、ノアピさんみたいに身長伸ばしてほしいです。ノアピさんのスタイル羨ましいな、身長欲しいぐらい。私も待って、テレこのスマホの向こうにテレビが映ってて、お肉が、テレビじゃない、お肉が映ってて、うわ、たこ焼きもいいな。身長欲しいよ、もちろん。タランサカンさんおはよう、両方もう一つバイトを見つけることが必要。私が、私バイト始める。小さくて可愛いかなちゃん、立派な長女だと思います。本当、シャキちゃんありがとう、そんなこと言ってくれて照れますね。つぶちゃんありがとう、ピノピさん、ステージは一番輝いてて素敵、輝けるように頑張るね。のびろさんおはよう、ただのいじょりさんおはよう、藤井さんおはよう、来てくれてありがとう。そうだよね、やっぱ難しいわ、身長がちっちゃいからさ、変に目立ってしまうよね、自分だけ。それがすごい最近嫌だなと思った。6周年の方見ててもさ、一人だけめっちゃ身長小さくてさ、ボコンってしててさ、ちょっと気になった。自分の身長がコンプレックスになってしまう。ビッグエブさんお墓の、赤サゴロさんおはよう、うんって思うよ。藤井さんほらありがとう、お墓のみんなおはよう、 V ありがとうか、今のせいでいいよ、そのままでいい。身長伸ばした、キョンカありがとう。
ありがとう、かなうちゃんの魅力に惹かれました、目指すのはいいことだよ、ありがとう、ファーマーさん嬉しい、え、こさっさーさんありがとう、魅力に惹かれてくれて頑張ってね、朝からかありがとう、可愛くて最高よ、ありがとう、ピノピさん、いやみんなが褒めてくれて照れてしまいます、悲しかできない表現があるのさ、確かに、ありがとう大和さん、確かに頑張ろう、努力してもどうにもできない部分は気にしても仕方ない、確かに背が小さいならラベル分かりやすい、ね、確かに、まあ、確かに、つまりいいか、モンジさんおはよう、ふだあかりさんが複数やってたらお母さんを出すことがありますか、 OK だったんです、確かに私はさっきオンラインでも直接会いたいって言ったじゃん、両方で両方会いたい、パパさんおはよう、クークさんも身長があって言ってたけど開き直るしかない、148センチくらいの子がええんだよな、好きな層を使わずにさ、え、ほんと、じゃあ必ずずっと148センチでいいよ、こんな声が合わなきゃ、いやいやいや、ライブ見て思ったけど小さいからすぐ可能見つけられてコンプレックス、もう超一緒になる、ありがとうサラマンダーさん、嬉しい、みんなに元気づけられた、最初会った時も早く寝なせていたのに早く寝る身長が伸び、え、そう早く寝ないから身長伸びないんだよ、ゆうさんの身長武器だと思います、ありがとうゆうさん、頑張ろう、そう思えるように、しょうさんおはよう、白石奈々ちゃんおはよう、香港から来てくださるのかな、他にもいろんなところ、そうしーちゃんが香港から来てくださってますよ、千人ありがとう、ナリさんおはよう、お腹空いたから何か作って、え、今かなもちょうどお腹空いたって思ってた、だから作って寝れなかった、直接会ってお話し会とオンラインお話し会両方申し込みました、ありがとうこそっさーさん、嬉しい、楽しみに待ってるね、ワクワクです、もう今からワクワク、よし、ブログの書きたいことが固まった気がするので、あとは自分が文章にするだけなのでもう楽です、楽っていうか、ここからはね文章を作るだけだから、身長小さい子が魅力的、本当？頑張ろう、じゃあ両方を選んだからもう一つバイトを探す、あ、そういうこと、エカナが探してあげるバイトルで、サラマンダーさん、両親性高くない、そんなパパが高いぐらいでママはそんな高くない、同じぐらいかな、食パン先に食べてます、お腹空いたけどご飯が何もない、朝から焼きたい気分、私のこと怖いよ、あ、目玉焼きいいね、でもお米がない、お米炊こうかな、おはよう、愛してるもんさん、呼んでよ、5時45分、かなちゃん文章もうまいよね、いつもイラストや写真も楽しい、ほんと、まっぴのぴさんありがとう、これからもたくさん付き合いで、広島コッパセリさんの、やっほー、すやすや、寝てるんかな、今まだ少ないですけど、台湾、香港、韓国からもお客様来てくれているからすごいですね、ありがとうございます、嬉しい、めっちゃ、理想のアイドル像を楽しみにしてる、多分書いてくれたと思っとく、書きましたよ、楽しみに見てね、ブログ、カオアニキさんおはよう、あ、ミキオアニキさんっていうの、お墓な、来てくれてありがとう、朝からすき焼きと焼きそば食べました、どういうこと、そういうこと、めっちゃ元気やん、幸せ待ってるよ、え、食べたい、みんな美味しそう、絶対美味しい、目玉焼きも欲しいんだよね、来世で私がアイドルになってカナガファンだったらよろしくお願いします、任せて、それ8割大きい、そう大きいのよ、ケンさんおはよう、ケン0066さんおはようございます、めっちゃでかいんですよ、隠れて寝れるぐらいでかい、イデドッチさん、金棒やっほー、来てくれてありがとうございます、みんなこんな時間なのにすごいね、さあちょっとお昼寝しよう、寝てないですよ、アリーモーニン JT さん、どういうこと、ビンゴの神さんにしてから、ヤッホー、あざとい子にはすぐ釣られちゃいます、あついさん、私あざとくないよ、ハチワレちゃんだけゲットした、そうだよ、あ、ウサギもいたけど、まあなんか静岡に置いてきちゃった、送ってくれるかなと思った、多分段ボールがパンパンで入んなかったなと思う、
静岡帰った時持って帰ってこよう。朝早いでしょ、ショッピングの神さん。寝てない。かなたかありがとう、山本さん。ちいかわも、かなもせる。嬉しい、ゆだい。ありがとう。かなちゃんに釣られました。本当？てれてれててれ。ありがとう、こさささん。広島コンパです。おい、起きてるよーん。怖すぎるので、します。済ませてあげないです。ブローズムさん、ダメです。孫悟空さん、おはよう。ギャルかなにならないです。寝てないのよ。ギャルにはならないです。ギャルか。カズートさん、おはよう。ノムノムさん、俺ちいかな。ちいかわ、ちいかわが大きい。そう、ちいかわが大きい。この後、かなと死んでます。ごやり方。よし、みんなで寝ましょう、後で。もうちょっとしたら。ちょっと寝てよ。隠れの技。あくびを隠せてしまう。おけいさん、おはよう。はるかだ。かなちゃん、やっほー、はるか。さっきぶり。会えて嬉しい。髪の毛染めたい。黒に染めたい。ちょっと茶色になってるから。7杯以降だから早く寝てください。寝ないです。今日レッスン休みか。可愛く見せないです。5時半起きて7時から仕事。えらっ。あと10分だ。この後一緒に寝る会はしないです。七並べ開幕前に並べた。七並べしたいのにログインしたい。こっちでも自分もお仕事行く前にこの後髪を取ることにします。そう、15分もね、寝る睡眠っていいからね。15分っていいですよ。私ブログ書くとき大体1日使ってブログ書くんですよ。朝から、いや大体休みの日に書くんですかのブログね。ただくんさん、おはよう。だからさ、そのブログ書いて、あ、一回ちょっと集中力切れるって瞬間に15分寝てからもう一回ブログ書いたりする。やすさん、おはよう。身長伸びること無理。いや、それは絶対無理。睡眠大事。それな、分かってるんだよ、睡眠大事なのは。でもね、寝れないの。なんかたまに全然眠くない時あるよね。今日も夜勤お疲れ。こさささん、かなも今日も夜勤だわ。今日もっていうか毎日夜勤じゃないけど、昼夜勤、昼夜勤です。危ない危ない、寝てしまうとこだった。そのまま自分は5時前から仕事してるから寝れません。え、寝なくていいよ、時間かけすぎ。それな、それたら寝てもバンされないからいいね。確かにこれがうちだと思われるかな。かな、朝ごはんいつも食べない派だけど、今日はでもこの後すぐ寝るからね、朝ごはん食べないよって。よし、でも書きたいことはまとまったかも。よし、OK。書きたいことはまとまったので、ブログは一旦終わりです。横浜かなの庭ですよ。もちろん。私の庭だわ。みんな、私の敷地に入るときは私の許可が取ってね。なぜ誰も寝ることを拒否しないのか想像できない。どういうこと？おはようかな、じやっほー。瀬戸内倉さん、おはよう。もし論文必要がなかったら、とっくに寝ていただろう。そうなんだよね、ブログが。どういうこと？私がブログなかったら寝てたと思う。横浜楽しみ。横浜みんな来てほしい、本当に。 ST さんたち芸能のお仕事の方はレッスン超大事なお仕事から応援します。ありがとう。そう、レッスンで大変だよね。みんな横浜来てほしいな。静岡市、みんな、え、大丈夫かな。家族に連絡してみよう。横浜来てほしいです。愛情こもってないわ。横浜来てほしいです。ブロックから落ちてたの、ただの夜行性でしょ。あ、バレてしまった。リジアフレッツさん、おはよう。来てくれてありがとう。かなちゃん、神吉、ほんとこさっささん、嬉しい。その言葉信じてますよ。嬉しい。9月10日横浜なんかもらえる。そう、9月10日の横浜なんかもらえるらしいね。なんかもらえるらしいですよ。ちょっとみんな来るしかないでしょ、そんなの。しかも私たち大取りやらせていただくんですよ。来るしかないでしょ、みんな。好きが止まらない。
俺も振り子台風が来る。そうなんだよね、台風ちょうど来る10日ってこと。この神様レッスンや何かしらの練習は表に出ないからこそ応援してます。ありがとう、ゆうゆうさん嬉しい。ファーマーさん何々プロ、え、ほんとプロフにコピペ貼るって言ってなかった。え、プロフにコピペ貼ったよ。お話し会のやつでしょ。プロフィールに貼ってありますよ。あー、なんかもらえるらしいね。なんだろうあれは。って感じですね。なんだろう、でもやっぱ横浜初の関東なのでみんなに来てほしい。3期生見てほしいな。3期生、まあ、いない子もいるけど、いない子の分まで頑張るので見に来てほしいです。お願いします、一生のお願い。あとお話し会も今日の13時までなんですよ、受付が。だからみんな来てください。11月4日おすすめと10月21日初日幕張で。気になって昼しか寝れない。え、昼も寝てるのいいな。10枚目シングルはどんな曲ですか。え、わかんない、聞いてない私何も。なんのそういうやつ多分全然知らんのよね、私とかも。3期生とか特に関係はあるけど、なんて言うんだろう、なんかまだ私たちはさ研究生だしさ。プロフ見てきた、ありがとう。サラマンダーさんありがとう、見てきた。愛をもらえるとか、そう愛あげますよもちろん。なんと大鳥アウェイの現場で他のアイドルさんのファンが驚くパフォーマンスをかましてくだされ、任してください。太陽さん今日感動とか、あじゃ大丈夫か。でも本当に私のこと見えなくても私のことを見つけてくださいね。カナオがどんなに立ち位置後ろでも。寝てないですよ。なんかかなゆい一緒にお出かけすることがいいと思う。ゆいちゃんとお出かけしたい。東京帰った時にお出かけしようかな。私が東京に行った時ゆいちゃんに連絡してみようかな。ピンクのトトロさんおはよう、来てくれてありがとう。いや来てくれてありがとうです。うわなんか縫ってあるんだけど手が取れると思ったのに。寝てました。え、寝てないですよ全然。元気もりもりアンパンマンです。ライブの髪型はツインテール固定しますか。神奈川の、あ、横浜の、横浜のやつは絶対にまあ内緒にしとこう。髪型は決まってます私は。ボブにしたい、ボブにしたいので私人気になりたいです。頑張ろう、ボブになれるように。ボブになったら私が人気出たってことだからね、みんなそう思ってください。チーカーも縫われてるでしょ。時間も縫われてます。悲しいですね、目がこんなキュルキュルしてるのに縫われてるって。現実的ですね、人形だからちいかは。そうかわいそう、眉毛がなんか丸みたいでかわいいですね。鼻の横がかゆい、ここがかじっていいですか。ちょっとツアーでかなちゃん後ろにいてもずっとかなちゃんしか見てなかった。ありがとうマッピのっぴさん嬉しい。シーさんはかな、じゃあ私本当にもしかしたら横浜立ち位置後ろかもしれないけど、本当にみんな見つけてほしいなって思います。そしてカナのことを広めてください。なんちゃってボブにしてみてよ、ボブに見えるよ。そう私それできないんだよね、それが私苦手なの、それができなくてさ。どうやってやるん。新シングルが出るときは先輩さんたちみんな夏歌ってしまいそうで我慢してそうなんで大変ですよ。そうなの、私そもそもそういう情報すら聞いてないから多分大丈夫だわ。今日仕事の帰りに静岡ナンバーの車見てかなちゃんのこと思いました。嬉しい、静岡のあの嬉しい、ありがとうね小笹さん。静岡ナンバー見ただけでかなのこと思い出してくれて。鼻の外だけだからかじってもいい、よかった。鼻の外だけですかじるのは。許可制、いや東京帰ったことはまだ言わなかった。水素化できても一緒に内緒にして。東京帰ったん、鼻小さくなるかな。ロング派だからボブ悲しい。じゃあ伸ばそっかな。どっちが多いのかな、ボブ派とロング派って。じゃあロングにしちゃおう。でもちょっとだけ切ろうかなと思って、長すぎてね、身長が低く見えるって言われたんよね。もっとギュッてして見えるって言われた。若菜千里さん後ろの髪の毛上げる、ひみこ早く X ができるようになればいい。そうなんだよね、ロングでいてくれ。ロングにしようかな。
魅力的アピールポイントになるよね。ほんと声嬉しい。中野さんおはよう、来てくれてありがとう。もうそろそろ時間ですね。あと3分だ。3期生たんたちといえばツアーなどメンバーの内緒の曲をつい歌ってしまう。そう、それが大変だった。原点とか私ちょっと口ずさんでたもん配信で。広島コーパセリさんめっちゃ可愛い、ありがとう。やったー、めっちゃ可愛い、ありがとう。広島コーパセリさんラブです。いつでもポニテが見たいからロングで。ポニテ私なかなかしないので、したことないよね、まだみんなの前で。もしロング派が多かったら切らない、切らない、ロング派かな。でも人気だったら聞いたよね。ロング派かな、多いか。チャーハン定食さんおはよう。鼻の鼻はもう小さい、小さくないんだよね。なんか鼻トントンすると鼻高くなるらしいですよ。これから配信始まった後1分間ぐらいトントンしてようかな。そういう習慣づけよう。5時58分のロング派です。巻きっても好きだよ。え、じゃあロングにしよう。巻き下ろしもいいよね。わかる、負けたらいいんだけど研究生でまだ負けんからね。それが悩みどころ。僕の太陽公演も見に行きます。ほんとっこ、さっさっさ楽しみにしてるね。嬉しい。ロング派しゃけちゃん、じゃそうしよう、ロングにするわ。ポンギーさん、かなぽぽ、やっほー、まさやさんおはよう。わかんない、確かに声は特徴的かも。好き、ほんと声好きって言われると嬉しい、ありがとう。ロングだといろんな髪アレンジできるの。そうなんだよね、それがねロングのメリットだと思ってます。タンタンありがとう、捕まえよう、保護。タンタンありがとう、リスかわいい、嬉しい。このリス可愛くて好き、ありがとう。タンタンリス嬉しい、ありがとう。ということであと1分しかなかった。もうピエー悲しいよ、ピエー。他の人と比べないで。でもさ、このさ、あの仕事をしてる以上さ、比べないとかさ絶対無理よな。自分のペースで、チャラチャ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 。私の穴、全然そんなことない。しーちゃん、星集めが間に合ってなくて投げた星が少なくてごめんなさい。いい橋ありがとう。いや全然大丈夫だよ。ゆうゆうさんありがとう。ロンからショートとか聞かれたらショートが好きです。本当？え、じゃあどうしよっかな。髪の毛つけよっかな。朝から幸せ、カナウもファンマーさんに会えて幸せ。カナウはハーフアップ、ハーフツインみたい。ハーフツインたまに配信でね、あの しますよ。今度配信なら自由だから配信でするね。嘘をつくと鼻が伸びるらしいで、本当に嘘をつきまくって鼻高くしよう。直接お話から連ごとに下がれて喜んだりショックを受けたりするんだよね。そう、悲しいよね。なのでお話し会は頑張ります。たくさんみんなが来てくれるように自分の魅力を発信できるところで発信したいと思います。まあショールームしかないんだけど、まあ、ブログがずっと比べられる世界だね。そう、一生比べられるんだよね。なんか自分でも比べてしまうし。そうよね。明日も朝配信どうしよっかな。仕事前に配信見て楽しかったかな。もうありがとう。ピノピさん、トンちゃんパパさんおはよう。6時になった。耳出すと印象変わる、似合うと思う。本当？耳？こっち？耳出すと？え、なんだろう？耳出るだけで違うんだ。すごいね、それは。鼻かゆい。お話し会の撮影会の時はめっちゃね、ショックを受けて、もう自分、そのまま静岡帰ろうかと思いました。悲しすぎて。でもね、配信でみんながあの元気出させてくれたから、わ配信楽しいってなってもう立ち直った。早って感じよね。ね、かなの話から人気が出そうな予感。いやいやいや、全然そんなことないですよ、ないですよ。北海道のくまぽんおはよう、来てくれてありがとう。そ、直接お話し会は心が痛みますね。撮影会は心がちょっと無理だった。台風静岡に上陸、それな。しめじさんおはよう。自分がまた来てることよくないけど、去年のお話からすごく少なかったから、これはから確かに頑張ろう。くどりこさんのように頑張る。立ち直るの早、ポジティブでしょ。耳にかける、耳にかけて、こっちもう眉毛描いてないから、どうしよう、こうやって隠そう。ツアーが始まったくらいに風向きが変わった。撮影会の時は2人だけですごかった。それな、ツアー始まったくらいに風向きが
そう、風向き変わったの？何向きになったの？かな、そろそろ配信終わりよ。ツーショット写真からどんなポーズで撮影しますか？え、こささ、どんなさんはどんなポーズがいいの？かな、え、かなに任せるならかな決めるわ。じゃあマー君おはよう。ゆうたまさんおはようございます。来てくれてありがとう。かなの撮影会行きましたのよ。ヤマトありがとう。もう嬉しくて涙出てくる。みんなが来てくれたから。大阪撮影会めっちゃ楽しかったな。それなわピノピさん、かなめっちゃ楽しかった。マリチーかな、はじめまして。 ST48 さん研究生でかなです。よかったらフォローしててね。りゅうちゃんだ、おはよう。かなぽぽ来てくれてありがとう。そう、でも本当に目に見えてしまうからさ、悲しくなるよね。だから頑張ろうって思いました、自分は。でも本当にその時は心折れて、もう、まあ、早速だけどもう逃げてしまおうと思いました。静岡に帰ってしまおうと思いました。でもちゃんと広島にいましたよ。ママに止められるんですよ。やっぱ弱い人間になってしまうもんね、そこで帰ったら。6時にアラームセットしてる人がやってくる頃、あ、本当？朝起きて3時、イエーイ。そのまま静岡に帰ろうと思った。好きです。そう、チョレイさんおはよう。そのまま静岡帰ってやろうと思いましたけどね。でも帰らんかったですよ。でもやっぱさ、なんかもうすでにさ、なんか差はついてるわけじゃない、なんか差はついてる、まあ差はついてるか、なんかさ、悲しいこととかよくあるじゃん、自分だけないとかさ。鼻がかゆい方ってちょっと詰まってるね。なんかいや、鼻だけってことはないけどさ、明らかになんか違うなみたいなこととかあるからさ、そういうのでさ心折れてしまうことはあるけどさ、頑張ろうって思うよね。それじゃおはよう。キャラと始めましてじゃないよ。カナの、え、全然はじめましてじゃないよ。キャラとちいかやみ持ってる、かわいいでしょ。リルさんおはよう。あります、ドキドキさとか言わないの。また会おう。ふんふん。だからね、私は頑張り茶です。頑張り茶します。これからまた頑張ろうと思います。人生について考える、青空について考える的なね。頑張ろうって思いました。夕方に配信する、お昼に配信するよ、多分ね。多分って言っとこう、怖いから。わかな、いっちゃう。ナメさんおはよう。またね。そう、イベントに呼ばれなかったり、イベントか、確かに MC 企画に呼ばれなかったりとか。つらたんたんめんだわ。でもさ、こういうのってさ、誰かにさ言えないけどさ、なんかすごいさ、自分の心にさ潜んでるとさ、なんか本当にさ心がさ終わっていくよね。もう今これ気持ちがここにあるとしたらさ、もうこうやってどんどん下がっていくんだよね。だからさ、頑張ろうって思うよね。だからあんまりさ、なんかさ嫌なんだよね、他の人がさそういうなんか用事あるとか言ってるのが。清水かよ、頑張りちゃう。頑張ったら叶うよ。確かに頑張ったら叶うかな。自分はまた悪道さんずっと不人気でしたが、今年は増えてきました。来てくるから、頑張ろう。6時に起きてみたいな、ね、それな。ショールームイベント3期1だし、グッズも完売だし、これからもありがとう。マッピノピさん頑張るね。嬉しい。あさってで星なくなる、それな。おはよう、来てくれてありがとう。はるさん来てくれてありがとう。はるかれちおはよう。大阪お話会もしかない。なべさんありがとう、楽しみにしてるね、会えるの。嬉しい、ありがとう。夏の研究説は鍵穴のアピさんがほとんどにしました。確かにみんなそういう時ショールームで気分転換してるよ。確かに口に出した方がいいよ、悔しくないとかのかと誤解する。悔しいよ、めっちゃ悔しいですよ。もうそれで毎日のように泣いてる気がする、自分。そういうせいで悲しいですね。でもそういうの何とも言えないし、なんで私じゃないのとかさ、そんなのさマネージャーさんに言ったらさ、なんかもっとポジション下げられそう。
彼方のいるところではないかもだけど、どんな仕事してもきっとありますよ。悔しいこと、確かに悔しいことこともあるよね。ショーニーさんおはよう、来てくれてありがとう。エサクさんおはよう、そろそろ始まるやろ。そうそうそう、ショールームが一番気分転換できるんだよねって思う自分は。そう、なんかさ誰にも言えないからさ悲しくなるよね。家族にもさなかなかさ言おうって思うけどさ、なんか家族にはさ申し訳ないよね。あんまりさ考えないでほしい、かな、かなのこと。広島来て静岡でさ見守っててくれてるからさ頼った方がいいのかもしれないけどさ、申し訳なくなってくるからさ。まあなんとかなります。それな、僕にできることはほんの少しだと思うけど、少しでも笑顔になれる力になれたなと。ありがとう、おたが聞きますよ。みんな聞いてください本当に。そうだからショールームが一番楽しいって思うよね自分。みんなと話すのが楽しいから。なんて言うかな。そうでもさ、なんかそれをさメンバーにも相談するわけにはいかないやん。だってさ一応さメンバーもさ、なんかなんて言うんだろう、めっちゃ仲いいしさめっちゃ仲間だけどさ、一応さなんかどう思われてるかとか分かんないじゃん。それで私が悔しいとか言ったらさ、いや自分がなんか悔しいとか言ってるけどみたいな思われるかもしれないけどさ、から分かんない、思わないよみんな思わないけど、一応さちゃんとさなんか3期生としてのさあれじゃん、3期生の中の ライバルではないけどさ、3期生の中でも競ってるわけじゃんみんながみんな。だからそういうのはさ言えなくない普通に。だからさでもさマネージャーさんにも言えないじゃん。だってマネージャーさんに言ったら嫌われちゃうかもしれないから。なんでも相談ありがとう。小笹さん、なんで自分でないのか、足りないとこはどこか、マネさんに文句なく相談しよう。いやもう相談できないよ怖くて。悔しい思いはファンがいるショールームや有料メールで出すとすごくいいです。確かにそうしよう。鴨下さんおはよう、全然話しない、ありがとう。 MC 企画といえば悲しくいないと思われるように応援してるよ、頑張るかな。頑張ろう。同期は友達やライバル、そうなんだよね。そう、そういうことを言いたかった。私って語彙力ないから何も言えないね。相談してもらえて光栄です。もうみんながね唯一の相談相手だよ。いいさんおはよう、いいね。鈴木一郎さんおはよう、かわいい、ほんとありがとう。あやば、めっちゃ今こっちのコメント読んでたわ。こっちにしよう。その静岡だけど今日台風が上陸しそう。そう、泣いてしまう、台風やめてくれ。ある程度は声出していかないといつまでも改善はしないよ。あ止まった、だいぶ早くすぎないからね。かなちゃんステージ映えてないですよ今日一日は。みそれの中さわよ、マレさんと相談しろ、可愛いとか言うな、相談されて嫌な気持ち。まあみんながそう思ってるならそれはそうでいいんだけどさ、違うよね。いろいろ出していくのがいいね。かなっぽゆえさんおはよう、3期の中では比べるまでもなくかなちゃんが一番可愛くてだね。ありがとう、まっぴのっぴさん、そんなこと言われると嬉しくなる。おはよう、仕事行ってらっしゃい。気分転換も大事だよね。でも悲しくなるのであんま話さないしよ。難しいよね、私多分向いてないわ本当にこういうの。ダイダーさんおはよう、6時12分なう。でも私多分他の人には相談してる方だと思うんですけどね。でもなんかなんて言うんだろう、
関東雨なの。広島どうなんだ。やばい、なんか喉にホコリが入った感じのかゆさ。雨か、気分沈むね。外行こうかな。荷物下ろしてる間に配信終わりそうだから、また後でね。お昼涙の数だけ成長します。そうなんだ。そう、マリさんには言っていいことと悪いことあるから必ず正しいと思う。私もそう思う。なんか考えなきゃって思う。お花気合いが台風、台風やだね。ゆうごちゃんおはよう。心配はいないの。だってうちら相談なんて言うんだろう、先輩たちとの連絡先交換禁止だからね。日曜は上の方へ。寝てないよ、起きてるよ。10日には台風が来るまで。よかった、静岡面の中で一番好き。どういうこと、静岡一人しかいないし。インテックス大阪花田申し込んで、ありがとう。ミシェルボイス楽しみにしてる。この前卒業した先輩を夜中にマネに電話して相談してたぞ。そうなん、誰だろう。いや私もめっちゃ夜中の1時とかに電話したことあるわ一回。でもなんかさ、なんか余計悪化していく気がする自分の中で。ただただ普通に多分メンタルが弱いだけなんだと思う自分の。広島で何枚買いましょうか。1165枚。騎士なのか。そうそうそう。え、マネって夜中に呼び出して G 退治するんちゃうの。え、そうなん、ゴキブリ退治してくれんの。6時15分。リコちゃんついにインドで今日誕生日。インド、どういうこと。私ドバイ行きたい。難しいですね人生。人生なんて、どうすればいいんだろう。どうすれば自分のさ、やることが増えるんだろうって思いますね。鼻高くすればいいんかな。ノーピさんもなんとかるだ、なんとかるだということ。帰宅中、やった、ありがとう。ミシェルボーイさん夜勤終わりました。おはよう。夜勤みんなお疲れ様、ありがとう。怒ってない怒ってない怒ってない。鼻を高くしようと思って。私鼻低いんですよね、めっちゃ。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんですか。かゆいの違う、鼻を高くしてるんだよ。こうやって鼻をタップすると鼻が高くするなるらしいですよ。まあ噂ですけど。山下さんおはよう。山田さんおはよう。かなおはよう。二度寝するわ、おやすみ。おやすみ、ありがとう。さんおはよう。大分県の別本線風のランナーさんおはよう。よかったらフォローしててね。
焼き終わりのな夜勤終わりの仲間多いね、多いね、ちらかゆくないよ、なんか鼻かゆいで、ね、いでちゃんです、やっほー、違うよ、鼻を高くしてるんで、オールしたパターンかな、早く寝る鼻立ち、そう、おはようプリオさん、巡らわせてあるよね、なんていうかね、ピタさんほらありがとう、いたきありがとう、ほらありがとう、鼻へこむ、え、へこまないよこれ、鼻が高くなるよ、調子イベント配信してます、ほんと、どういうこと、どういうこと、鼻高くなれ運動、そうこれね、レーナーよく井出と間違えられない、え、間違えられます、名刺配りの時の名刺も間違えられたし、衣装も全部井出になってます、正解です、大分県別府市の風のランナーさん正解です、キリン丸さんおはよう、来てくれてありがとう、嘘ついたら鼻伸びるよって、嘘つきまくろっかな、みんなに、私は二十歳です、2000人、おお、たくさん来てくれた、こんな鼻高くしようと、私の悩み相談会だったのにごめんね、みんな来てくれてありがとう、たくさん来てくれて嬉しい、 HK でみんなおはよう、ブログもダンスもガーガーで上げとらない、ありがとう、頑張るね、マッピーナッピーさん、サンバさんおはよう、十分話す、いやないよ、本当にないんですよ、私隣横から見たら分かるけど、衣装は一瞬で間違えられてたこともありました、いやなんかね、袋とかにさ、なんか靴とかにさ、いでって書いてあるじゃん、それ全部いでになってるよね、オラ5歳、カナウは20歳、カナウ会から2000人も、いや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 、特に佐賀県や長崎県で入れない、そうなん、なんで間違えるんやろうと思ってたよね、別に間違えてもいいんですよ、特に変わらないから、あんまり名前を間違えるとかやるせんそう、間違えて覚えられてるか、鼻高くするんだって鼻叩き、そうだよ、という方法は、我が国こちらこちらこれ危険な高校時のことなの、鼻が腫れて高くなる、え、知らない、なんで高くなる、どういうあれで高くなるか知らんけど、高くなるらしいよ、トムキチさんおはよう、一つずつ信頼を勝ち得ていくのが一番だと思う、確かに、キリンマルさんほらありがとう、深夜ご用意呼びくれ、確かに鼻血で鼻高くなるらしいよ、2000人やった、ハレドリさんおはよう、信頼を勝ち取っていく、でも焦ってしまうよね、普通に周りがさ、周りっていうかさ、まあ一人だけなんだけどさ、がさめっちゃバン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 さ、いろんなものやっててさ、でも一人いろんなことやっててさ、いいなって思うけど、でもそれって全部さ、うちらがやりたいですとかさ、そういうのに合わせて決められたわけじゃなくてさ、ないからさ、難しいよね、逆にレアな名刺、そうだよ、レアな名刺だよ、みんないて絶対話しかい完売、いやいやいや全然全然、ゆうさんほらありがとう、イデアあるある、イデアあるある、ラッキョって言わないときやすい、え、そう、私なんかよくわからない、なんかそういうあるじゃないですか、ごちゃんに私ラッキョって呼ばれてるんですよ、鼻を洗濯バサミで挟んで先輩がいて、本当？じゃあそうしよっかな、私努力するほどみんなに認められるですよ、確かに、ひとくさんおはよう、ゆういちくんおはよう、鼻を高くする、赤くなっちゃった鼻が、うちさんおはよう、ツボになりそう、それこれね、鼻タッチ、鼻タッチだってこれ、知らなかった、10代みたいなことを言うより、その暑さ大事じゃない、神戸で名刺欲しかったね、あげたかったみんなにやっほー、みんな5歳も頑張る、20歳だけど、今のうちにいろいろ研究しておくとしよう、それな、悩んでしまいますよね、人生こんな悩むことなかったから、まあみんなと話すのが一番楽しいんだよね、
悲しくなっていく。なんだろう、なんかさ最近ひーたんとかといることが、ひーたんひーちゃんとかとさよく一緒にいるからこそさ、こうやって一人になった時にめっちゃ考えてしまってさ、なんかだからあんまりさ一人でいたくないんだよね。そう、カサミンとかと一緒。今のうちに元気だね。体調不良大丈夫？うち、その先輩卒業してから鼻筋何したの？俺もやろうかな。みんなでやろうよこれ。元気ください。カナも元気欲しい今。うっちーさん、カナパワー。メールを取るとカナパワーが来ますよ。小笹さん、鼻整形しないですよ。神戸港に行った時買おうとしてて受け入れて買えなかった。本当？何が売り切れたの？リコチさん、ショールーム頑張ってから先発入ってる。リコチさんすごいですよね。かなちゃんのツーショット申し込みしておき、うっちさんありがとう、楽しみにしてるね。やばい、楽しみ。それはもう楽しみだよ。23分今はレッスン、基礎のダンスの口を上げたのに、そんな時期かも。そうなんですよね、そんな時期なんだろうな。ファンの方はずっとかなちゃんありがとう、嬉しい。響ちゃんのこと、そうか、かわいちゃう。つらたんたん麺ですね。そう、響きちゃん、ひーちゃんとか、なんかいいよね。ひーちゃんとかかすみんとかひーたんとかといる、おととい昨日とかも一緒にずっといたし、スイパラ行ったりしてさ、その時はさもうなんか面白いからさ忘れるんだよね。でも忘れちゃいけないんだけどね、こういうなんかこういうことがあったとか、なんとかなんとか上がったけど叶うはなもなかったとかさ、でもいいよね。だけどさ一人になった分時にさ、それでめっちゃ考えてしまう。広島のツーショット来てよ。朝ごはんはこれから食べないで寝るかな。ファイトありがとう、ジャケちゃん嬉しい。正解やっぱり大事なことです。プロセスってなんだろう。ひーちゃん昨日の配信、そうよ、おはよう。岩中のぼるさん、あれ違う、悩んでるみたいだけど口の僕ですね。口ベタ、コミュニケーション能力コミュニケーション能力か。あいや、あれ違うかな、まだ申し込みしてないよ。ツーショットありがとう、しんいちさんありがとうね。ツーショット回追加申し込みありがとう、待ってるね。ありがとう、しんいちさん、さっき言ってたもんね。追加でツーショット写真お話に申し込みするよって、ありがとう小笹さん、嬉しい、待ってるね。うちさん申し込みしてよ、ありがとうね。たのさかさん、おはよう。ゆなゆなさん、おはかな、来てくれてありがとう。ゆなさん絶対人気が出る、いやすでに人気ある方なんで今は実力育ててほしい。確かにありがとうございます。人気ないけど、どうせなら女性いいかなと。メンバーと一緒に同居しますか
すごい話書いていつなの。最初が10月21日がスタートです。来てね、山田県外メンバーパート近い。どういうことだ、いろいろ考えすぎないよ。いやでも考えなきゃさいけないじゃん、普通に考えなきゃいけない、いいんだよ、考えてしまう。朝ごはん作るってくれるの、え、私も食べたい、朝マックいいね。プロセスはまあ段取りというか手順というかそんな感じ。ありがとう、お野菜お墓なロコモコ確かに美味しいよね、欲しいなっちゃう。まずまずかも0110月かそうやったらやられてるかも、寂しくて。そうですね、ツーショット申し込みさせていただきます。ありがとう、うちさん嬉しい、ありがとうね。朝食の卵どうしましょう、どうしようかな、カナパワー、カナパワー、書こう。安住パイセンに簡単超えたいと言ったら負けてられないって言われた。負けてられない、趣味ロスしてると思う、そういうこと。いいね、ドゼさんおはよう。かなえパワーいただきました、パワーなら全部あげます。人気じゃないですよ、どうしたら良いのでしょうか。落選しないですよ。丼物食いて、それなネギトロ丼食べたい。そろそろ入んない。力丸さんおはよう。一時外れたら当たるまで申し込む4。かなたんも特別。ありがとう、ミシェルボーイさん。楽しみにしてるね、話せるの。マッツさんおはよう。ネギトロ限定。マグロ丼もいいな。シラス丼も食べたい、静岡行って。カブさんおはよう。なんかめっちゃ、ツーショットで気に入るところ、それな、うちありがとね、サイン欲しかった。どうしようかな、ダメ元で申し込んでみっか。ありがとう、ヤマト嬉しい。星松さんおはよう。ネギとロドン、カツ丼やばい。カツ丼、私さカツ丼にあんま魅力感じないんだよね、どうしよう。おはぶーコロポンさん早いでしょ、現地の水槽さんふざわせてすら、そうなん、楽しみ。静岡県の川の町でわさび丼食べたがなかなかだったぜよ。わさび丼辛くない、中小企業会が仕事場から歩いてこんで、じゃあ楽しみにしてるね、金沢さん会えるの。アッスーさんおはよう。沼さんお寿司おいしいよ、また行きたい。お寿司おいしいよね、カズさん好きなら私仲間だね。なんかさやっぱ静岡だからさ、なんかみんな瀬戸内の子たちはさ、その県の仕事とかがあるわけじゃん、その呼ばれたりとかさ、なんかそういうのがないからさ、悔しいよね。一番叶えたい目標を決めて、それにさ、そのことをノートに書き出してみよう。確かにそういうのいいよね、スクショしとこ。まさちんさんおはよう、横浜でひなのちゃんに会えるといい。え、キビさんもいる、チアパンダさんおはよう。でもさっきひなのちゃんのステージ見ましたよ、私 TGC の、すごいな、いいなと思って。
ではカツなしのカツ丼卵丼あり全然絶対13人あげないと思うのでじゃあちょっと宣伝しとこう。みんなお話し会の第一次販売が13時までなの今日のね。だからみんな来てほしいなって思います。広島の飯配りで生でかなちゃん見て可愛いって、ありがとう。ちいさん、村井さんおはよう、りかさんおはよう。やっぱかなちゃんに来てるのは当たり前とだと広島で感じました。いやいやいや人気じゃないです、出ないです。山下さんおはよう、静岡であるんかな。神奈川住みしたところがファンを申し込んでもらって目指す看板やな。11月4日実は山口生まれでしたって言って来年飲んでよ。それなんでたい、喉なんか喉痒くなってきた。ピリ辛焼きそばドーナツどういうことどういうこと、いろいろ渋滞してるね。感想聞いて、そうなん感想言いたい。静岡だけどいろいろ食べてブログとか当時の魅力伝えたらうまくてすごいと思う。ありがとうもピノピさん嬉しい。どうしようもないからさ、出身とかのそういうお仕事とかってさ、悩みますよね。まあそれが最大の悩みってわけじゃないですけど。黒猫みつさんおはよう、まっちゃんおはよう。私はまず病気治して11月の話からまで元気だ。ありがとう、うち楽しみにしてる。飯配り会えてよかった、信号で。あーもう一回全部頭リセットしたい、頭がおかしくなりそう。ありがとう、朝から可愛くないよ。もうどうしよっかな、これからどうすればいいんだろう。逆に瀬戸内、静岡の魅力ありがとう、マピノピさん。静岡の魅力ね、叶わない夢叶えたい、名称要件ありがとう、うちさん、みんなが考えてくれたの。あとかわいい、ありがとう。エリア外の人だから見えるけど、大事な魅力あると思う。完売するから迷わず申し込んで、ありがとう、ミシェルボイさん。いやいや大人気じゃないです、配信コメントしてよかった、ありがとう。うちタンパン食いそうだったリフレッシュ大将。もう何でリフレッシュしたらいいかもわかんない。おはようマサさん、お顔嫌です。あのプールに座って考える、確かに今からちょっとあのプールに入ろうと思います。自分で選んだの、ママが選んでくれました、コストコに売ってます。歌やダンスとか持って、静岡の人が見てくなる方法は必要だと思う。確かに頑張ろうと、難しいけど頑張ります。なんかさ、なんか自分的にはダンスとか歌とかめっちゃ
さ頑張ったって思うけどさ、うん、全然できてないからさやっぱさ言われるじゃん。いや頑張ったって思ってないけどさ、いやできたとは思ってないけどさ、なんか自分的にはさめっちゃここ練習したって思ってもさ、やっぱ相手に伝わんないって意味ないからさ、マネージャーさんとかに話して強く思います。眠い、お話し会によっておすすめをポーズボードに書いて語っちゃう、アピールするのが、ありがとうアドバイス。頑張ったでね。できてないと思うのは工場にあるからだね。おはよう。できてて、いやいやいや、できてないです。伝説知らない。台風気をつける。ひちちゃんおはよう。なんか一番悲しかったのがさ、なんだっけ、なんかさツアーでさ、なんかカナウはもっとなんだろう、表情とか気をつけなさいって言われて、だからこじん自分はめっちゃ気をつけてやってたつもりなんだけど、でもなんかさその隣でさ、なんか可愛いからいいよとかさ言われてるとさ悲しくなる。怒られたわけじゃないんだよ、怒られたわけじゃないけどさ、なんかなんかかなら済むからまあきっと寝たら忘れてるんだろうけど、なんかさそのビジュアルがいい子たちにさすごい可愛いからいいよとかさ言われてるけどさ、うち言われたことないからさ、そう、あ、ビジュアル良かったらなんかいいんだと思ってしまう。しかもそれ隣で言われたからさ、なんかもう、しかもライブ前にね、めっちゃ悲しくなった。昨日のアリちゃん参拝生みたいになってる。え、表情良かった。昨日何があった？
え、昨日は何もないよ特に。すごっ、5時半すごいね。昨日のこと状況つかめない。え、昨日じゃないよ。え、私可愛くないです。いや、さすがにすごくないですよ。すごいです。しかもね、医者さんに。確かに。おはよう。吉文さん、はあ、息がしづらいこの体勢。目の金がね、ありがとう。一枚目の金だから、ありがとう。ハンマーさん、チェル太郎さん、ほらありがとう。そうだね、よいしょ。考えすぎない、考えてしまうよね。なんか自分のことだね。ありがとう、たった。ああ、目が。エコ。ダビダビ。ありがとう、ビドビさん。ティークスもありがとう。
ありがとうくらい気持ちよしなんだけど、でも全然なんかもう最近はずっとポジティブになれないんですよね。悲しくなってしまう。ゆきださんおはよう。見方ありますけど、うん、時晴れたからたたずがぼる、うん、おはよう。ミシロボイさんありがとう。ファイト気分転換する何か見つけられたらいいの。確かに頑張ってる。俺はここが何もいいけど頑張ってる人はちゃんと分かるんだよ。一人の視点では不可能。なんで？一人でやろうよ。たくさんの人の中のところも。ウォーキング行ってこようかな。7時までいるか。結構だよ。ありがとう。いや、なにかわいいねが。シャキちゃんありがとう、ファイト。なんか別に今日あったこととかじゃないんで、昨日あったこととかじゃないんだけどさ、こうやってさ思い出して悲しくなってしまうよ。ありがとうミシェルボイさん。家族頑張ってるんだ、誰かを見てるんだから頑張り続け。息がしづらい。高幸さんありがとう。なんか降ってきた。キノコありがとう。あ、高幸さんありがとう。嬉しい、これ可愛いから好きなんだよね。素敵な笑顔を見るだけでみんな笑顔になるよ。長所を徹底的に伸ばしていこう。確かに。大丈夫と思うけど、ね、ひげさんぽさんほらありがとう、嬉しい。ソファーがついてるから大丈夫だ。A で元気出そうと。時々悲しくなってしまうんだよね。それが今だったってだけ。他は大丈夫です。明日からは大丈夫です。最近毎日なんか悲しい気持ちになって配信してる気がする。ごめんね。みんな。
かれば他のアイドルさん、アイドルさん研究してみたら確かに誠さんは他の、頑張ります。人間誰でも今みたいな気持ちになることに俺だってそうだし、あるよね。どうしたらいいんだろう。二度目のおはよう。ファイトありがとう、ミシェルボーイさん。おはよう。チェコさんおはよう。人間だから悲しくもなるよ、確かに。コラさんや、明日天気になれそうかな。おはよう。レッドだ、おはよう、来てくれてありがとう。横浜で気分転換しに行こう。やばい、鼻が、息ができない。助けて。横浜で気分転換しに行きます。悲しくなるのは生きてる証拠。確かに。やった、生きてる。よかった、台風が強く上がり晴れなんだ。やった、嬉しい。いやいや、すごくないですよ。田舎で応援してる人は確実に増えて、街地がついていくのは先でもみんなをついていっておりますよ。ありがとう、ゆゆゆさん、ライブリーディーさん。ほらほら、息する心。やばい、息できない、本当に助けてください。息ができないよ。あ、やばい、息、あ、つま飲んだら耳ができなくなった。明日で毎日配信150日頑張ってる。イエーイ、やばい、頑張ってるも言えない。頑張ってる。周りの人たちを最初頑張り、素敵なとこ見とかにしたいな。笑顔でコメント読めば気分良くなる。かなぽぽ、かわいい。ありがとう。たった、ありがとう。たった、ありがとうね、いつも。もう頑張った結果のボールだってあるじゃん、泣かないで。うん、ありがとう。もう二度と泣かないから大丈夫。サラダ選手の中エレクティアのしかわりちいかな。ランドマークのタワーテンポの景色。うわ、景色いいところ行きたいね。行こっかな。息しなきゃ。息できない、口で息してる今。やばい、お魚の話を楽しみにしてるね。ミルクティアのしか、ありがとう。リコチさんも靴飛ばして怒られてないでな。腹詰まってきた、どうしよう。日本語が喋れなくなってしまってきた。チェリー業のポーセンサーショーの、え、見た、ポポちゃん、いいか、何度も言うが、努力は必ず報われるんだよ、絶対に。チャンスは努力にする。うん、頑張ろう。え、深呼吸しよう、どうしよう。48に受かるとは特別なものを持ってる、選ばれし者だけです。そうだぞ。いやー、泣かないで。元気なんで。鼻かんで、どうしよう、鼻かもっかな。でもティッシュが奥にあるから、一回配信終わりにして鼻かみに行こっかな。もう今日泣いたんで、あと半年は泣かないので大丈夫です。安心してください、もう大丈夫です。明日からはポジティブに明るく生きようと思います。あ、今日からか。鼻かぼっかな、どうしよう。キシー出ちゃうからね。今何時だ、あと3分。私が学校から、家から学校に行くときに家出てる時間。なんとかにすれば大丈夫。個人メールやショールームでは何度、やばい、鼻声っていうか、もう鼻が使えなすぎてやばい。個人メールやショールームでは何度泣いてもファンはついていきますから、しっかり泣いてね。
キッチンさばいてありがとう。もう泣かないから、リドと。リドと1週間、3ヶ月、半年泣かないので大丈夫です。やばい、ほんとに息ができなくて喋れないよ。6時54分びっくらもう。もうすぐ。え、2時間経ったってこと？笑い泣きさせるように面白いコメント頑張るわ。ちょっと面白いコメントしてよ。最後笑ってくれ。笑ってるよ鼻かんでこよっかな、どうしよう。でもちょっと鼻水邪魔だよね。これやっぱ7時から鼻かみ配信じゃないですよ。鼻は自分でかみますよ。なんか、まあ、人生いろいろありますね。そんなもんです。まあでも、結局はいつか、おばあさんになってしまうんだから、おばあさんやったら今の記憶なんてないんだからいいやと思ってます。頑張りましょう。そして、結局はいつか、私も消えてしまうんだから、別に、そんな、思う考えないようにしよう。通りすがりさん、お疲れ様、54分でなんだ。どういうこと？おめでとう。はよ、紅葉に行こうよ。うわぁ、紅葉見に来た。布団が吹っ飛んだ。え、布団って吹っ飛ぶの？辛ラーメン食べて笑顔になろう。笑顔になりたい。ちなみにさっき食べた。布団が吹っ飛んだ。同じこと言ってるやん。布団は飛びません。鼻水配信困ります。あ、鼻水どうしよう。誰か、鼻水吸ってください。鼻叩きすぎた？そう、鼻叩きすぎて鼻の通りが良くないな。真っ白な馬は、面白い、面白い。おー、すごい、面白い。頭いいんだね。七並べ行っちゃいます。七並べ行ってきて。お見送り。七時、嫌だ。嫌だ。鼻水。なんで嫌なの？鼻水たくさん。鼻水が、助けてください、誰か。いやー、鼻水どうしよう。まあまあ、いっか、ほっとけば。あ、鼻が通ってきたぞ。一夜を、雲か。どういうことだ？七時から七並べ回復するからね、七並べやろ。嫌だろ。え、嫌なの？ドラさんおはよう。来てくれてありがとう。なんで嫌なのか理由を三分で述べてほしいな。鼻から出る全液体を吸いたいだって。ほら、いたいた、こういう方。待ってました。鼻水を吸ってください。りょうちさんわかな、鼻水すんのさすがにな。鼻水木？鼻水木？やっさんおはよう。ちまさんおはよう。ほら、ってことは、久我さんはよろしくお願いします。鼻水吸ってください。きよさんおはよう、来てくれてありがとう。待つな。うん。鼻水が止まらないよ。鼻が通らない。はあ。また荒れてた。おはよう、オービーさん。鼻水、吸うの NG じゃないんだ。いや、今だけ特別で鼻水吸ってください。あれ、だから右、泣いたから右目の二重が。はあ、ショック。悪循環ですよね。まあ、とりあえず、もう忘れそうなので。私は元気なんで大丈夫です。もう元気です。NG なしアイズだからハミズするの OK。そうなんですよね。ジスさんさんおはよう。ジギスカタロさんおはよう。じゃあみんな、さらば。青春の光、さらば。さらばしよう、そろそろ。きっともう大丈夫です。私は大丈夫です。先生はどこじゃ、どういうことだ？ラビジョさよなら、さよなら。みんな安心して仕事行ってね。私は多分この後普通にもう記憶ないんで大丈夫です。やっさんおはよう。記憶消せる特技あるから。仕事行くで今日もお互いに頑張ろう。頑張ろうね。
えいえおキャシアンシャンさんお墓なヤトロさんからもやっほー、多分ヒロハシでこの話忘れてるね。うん忘れてると思う、ヒロハシでこの話してもだからもう大丈夫だよ。では今日の寝るよ、カナツショット申し込んだから元気出せ、ありがとうたーちゃん、定食さん嬉しい、みんな今日の1時までなんだよ、お話し会とか写真とかのやつ、リチャージっていってらっしゃい、こういうのも悲しくなる、報告しないでいけばいいのに、寝るんかい、寝ます、涙くんさよなら、涙くんさよなら、涙くんさよならってことっていうこと、結構あったらさおやすみ、引き続き2時も申し込むで、ありがとうダースさんも嬉しい、嬉しすぎてまつげが綺麗になった、とっとと寝ろ、寝なきゃ、元気な声が出てきてよかった、元気だよいつも、腹詰まって何言ってよかかそれだ、腹詰まって何言ってよかわからんだ、元気自分でもなんか語尾とか何言ってんのってぐらいのさやつよね、涙くんさよならって昔の歌あるね、そうだ聞いてみよう、涙くんなりさんおはよう、来てくれてありがとう、さよなら涙くん、ええ待って聞いたことある、涙くんさよなら、さよなら涙くん、また会う日まで、涙くんさよなら、さよなら涙くん、また会う日まで、とりあえずパン食べとこ、パン食べよ、加藤さんおはよう、劇場版値上げして2枚売りは痛いな、そうなん、値上げしたい、そうね、いたたたたたって感じだよね、まあでもみんな来てくれたら嬉しいな、お話し会今日の1時までなので、1時受付は来てください、待ってます、またお礼したのか、オールくんです、オールくんさよなら、ラギちゃんさんおはよう、理学科学議員さんおはよう、来てくれてありがとう、理学科学議員さん大丈夫だよ、ミューポン、ユニバ行こうね、加藤さんレインボースターありがとう、ミューポンね、ミューポンだ、君は僕の友達さ、この世は悲しいことだらけ、え、なになにどういうこと、そういう歌があるんですか、いい歌ですね、ミューポン、今から広島行きの電車に乗らなきゃ、なんでなんで、ではそろそろ歌詞なんかい、風強くなってきた、私も風に飛ばされてきます、ちょっと気分が上がるようにお散歩行ってきます、広重さんおはよう、キッタさんおはよう、深夜にお散歩とか行くとさなんかいいよね、気分が落ち着く、おはよう、涙くんの歌詞なの、あそうなの、続き的な、今日私こういう、あそういうこと、いいな、なんだ有名な曲なんだね、誰に伝わり違う、ヤッホー、ありがとう来てくれて、まあ泣いたおかげで涙袋もめっちゃぷっくりしたので一石二鳥です、一生この涙袋でいたいですね、また夜にほっと仕事、いってらっしゃい、大丈夫だよ私、高さわれちいかな、やっほー、うん、涙袋が綺麗になりました、塩さんも気をつけてるね、もうハーブザー持っとこう、はあ、朝ごはん食べたい、それだ、何食べようかな、ママに会いたいわ、大阪のお話し会5時間目申し込んで待ってって、待ってる、こちらこそ待ってるよ、キッドさんかな、楽しみにしてるね、大阪のお話し会5時間目任せて、さらば涙、さらば涙どういうこと、魔法の言葉、チャルメラに卵2個に入って卵2個で食べたの、カロリー爆上げじゃん、受付はまだ始まったばかり、ここで完売したいならみんなが同じか枠を買わないと無理だから、みんな何の枠買ってるの、
あ、ユスラ報告してくれてるんか。なんとか行くよって。そういうことかい。あ、してましたよ。昔の歌詞。昔の歌の歌詞なん？受付はまだ始まったばかり。ここで乾杯したいね、みんなと。どういうこと？誰が昔の歌詞なんだろう。ツーショット写真会申し込んだ？本当、キットさんありがとう、嬉しい。楽しみにしてるね、ずっとキットさんに会えるの。でもいつもキットさんに会ってるからね。ツアーで。90分枠に時間が伸びたとか1枠。ねえ、見た、それ。ピクラポンです。ボコタンメン中華食べたりする。食べてみたい。どういう味するの？食べてみたいなって思うけど。食べたことはないかも。私、本当に変わったものに挑戦した人なんだよね。やばい、本当に配信終わって寝ないと。死んでしまう、終わった。涙くんさよなら。涙くんまた会う日まで。君は僕の友達。この世は悲しいことだらけ。もう、統治法みたいだね。だいぶ。涙くんさよなら調べてみる。今日、聞きながら寝ようかな。森田。森たくさんだった。辛ラーメン好き。やった。チャルベラ食べたことありますよ。家に辛ラーメンがなかった時食べました。実家にね、高校の時、あんま辛くなかった。キットさん、覚えてくれてたのめっちゃ嬉しい、ありがとう。覚えてるよ、当たり前じゃん。覚えてないと思った？覚えてる、当たり前に。キットさん、ありがとう。24時までどういうことやねん。見えて言われちいかな。よっすー。じゃあ、13位、ズーデスさん、12位、まさやさん、11位、森健銀河さん、10位、シャケちゃんさん。9位ルールさん、8位ラエンボさん、7位ロラーさん、6位ズーシビケイスケさん、5位テカヤキさん、4位ディーサクさん、3位ウラベさん、2位広島コッパセイさん、1位はドゥルドゥドゥン。タンタン、タンタンありがとう、タンタンありがとう、もう大好きだよタンタン、いつもありがとうね、優しく声かけてくれて、私は元気になりました。もうおやすみ。異常順、どういうこと？異常順、札幌一番最強です。福岡のサンドコス行きたいけどどうしよう。来てよ、福岡のサンドコス待ってるね、きっとさんのこと。ライボさん、ありがとう。ありがとう、ファイト頑張るね。タータありがとう、頑張ってね、タータも。今日もかわいい、ありがとう、ダースーさん。ダースーさんも頑張ってね。頑張ろうね、みんな人生。配信ありがとう、ゆっくりやす。さす？なになになに。井上潤？井上潤？お名前かな。仕事の挑戦してみる。ありがとう、キットさん。楽しみにしてる。福岡行く、ありがとう。山田に会えるの楽しみ。放射さん、かわいい。ありがとう。ライバーさん、お疲れ様。ありがとうね。では、バイ。ありがとう。こちらこそありがとう、シャケちゃん。福岡の森メッセ。1、10、100、1000万、15万人。びっくり。レッド、バイ、バイ。